銀座の地球儀ネオン。1953年の三写真新聞により2008年、建て替え後の銀座富士シビル。球体のネオンサインは設けられず、外壁上部に、ジョージオ、アルマーニのロゴが光る森永地球儀ネオンは、かつて森永製菓が設置していた球体のネオンサインである。東京都中央区銀座5丁目の銀座富士シビル。 名古屋市中村区名駅3丁目の大名古屋ビルジングなどに掲出していた。1899年に日本初の国産キャラメルとして登場した森永キャラメルは第二次世界大戦前後に主要原材料の統制や空襲による工場の被災のため製造、販売が中断。統制が解除された1950年に約10年ぶりに販売を再開した。 菓子類の自由販売開始に際し、森永製菓は新聞をはじめとする印刷媒体や、1951年により放送を開始した民放ラジオ、1953年放送開始の民放テレビなどを駆使し、積極的な広告展開を行った。日本各地に設置された大型の広告塔もその一環で、中でも東京、銀座に設置された球体ネオンサインは、 地球儀ともサボテンとも呼ばれ、長らく銀座のシンボルとして親しまれた。設置場所は銀座5丁目の銀座富士小ビルの屋上で銀座4丁目交差点からスキヤ橋方面を見ると、晴海通りの左側に位置する地図。1953年1月21日に着工、同年4月11日に完成。直径は12メートル。50トンの鋼材を使用し、 コーヒーは当時の金額で約3000万円を要した。脳赤、赤、青、脳性、白、黄、緑のネオン管が使われ、地球儀でいうところの遺線、四五線方向に張り巡らされた光の線が点滅。赤道に当たる部分には、森永ミルクキャラメル、森永チョコレートの文字が回転する仕掛けであった。デザインは日本画家の横山みさおが担当した。 クリスマスや1959年の皇太子ご成婚、1964年東京オリンピックなどの際には文字が加えられるなど特別な装飾が施された。広告電通賞を受賞したこの地球儀型ネオンは銀座の広告塔の走りであり、1954年には旧挙動ビルの屋上に松下電気産業が星型の広告塔を掲出。 旧三愛ビルには赤ん坊が、哺乳瓶のミルクを飲み、泣き顔から笑顔に変わっていく様子を、ネオン管の点滅でアニメーション仕立てで描く、雪印子のミルクのネオンサインが出現するなど、大型で、趣向を凝らした広告塔が増えた。小津安二郎監督の映画、サンマの味では、この広告塔を一カット映すことによりその場所が、銀座であることを示すなど、数々の映画にも描かれたが、 完成から30年後の1983年に老朽化のため撤去された。銀座富士子シビルはその後建て替えられ、2007年9月27日に春工。全フロア、アルマーニが帰還店を置いた。2005年、建て替え前の大名古屋ビルジング。広告主は日本コカ・コーラに変わっているが、屋上左側に球体広告塔が見える銀座のほか、大阪駅前には、 天気予報を搭載した縦型の広告塔があり、上部には地球儀を模した球体が取り付けられていた。東京の上野広工事の広告塔の上部には地球儀ではなくエンゼルマークが掲げられていた。1965年に名古屋駅前に竣工した大名古屋ビルジングには当初より森永製菓の球体広告塔が設けられていたが、後に 広告主が日本コカ・コーラに代わり2007年に撤去。建物自体も2012年に解体され建て替えられた。ありがとうございます。